菊池彩香は、日本の女子スピードスケート元選手。富士急行所属。ピョンチャンオリンピックのスピードスケート女子、チームパシュート金メダリスト。2018年より、日本スケート連盟強化コーチを務める。長野県南作郡南相木村出身。南作郡小海町北相木村南相木村。 中学校組合率紹介中学校時代からスピードスケートで全国大会などに出場。佐久町聖高等学校を経て2006年に富士急行に入社。2011年のアジアスピードスケート選手権で総合3位に入賞。2013年10月の第20回全日本スピードスケート距離別選手権大会1500メートルでは 日本国内最高記録となる1分58秒12で初優勝しワールドカップ出場が内定した。同年12月のオリンピック代表選考会女子1500メートルで2位に入り、ソチオリンピック日本代表に選出された。2014年2月、ソチオリンピック1500メートルに出場するも31位に終わった。2015年2月に 世界距離別スピードスケート選手権の団体パシュートに、高木菜奈、高木美穂と共に出場して、決勝では、強豪オーランダを破り、団体パシュートで日本初の金メダルを獲得した。2018年2月の平昌オリンピックでは、個人種目は3000メートル19位、1500メートル16位に終わる。高木姉妹と佐藤綾乃との4人でエントリーした女子。 チームパシュートでは、菊池は準決勝のカナダ戦に、高木姉妹と出場して勝利し決勝進出に貢献する。決勝では、高木姉妹と佐藤がオランダを破り、チームとして金メダルを獲得した。2018年4月8日、山梨県富士吉田市で開かれた富士急行の報告会で現役引退を表明した。2018年4月26日の日本スケート、 連盟理事会にて、スピードスケートナショナルチームのアシスタントコーチに就任することが承認された。2018年春の法奨で、四示法奨を受賞。2018年10月23日に、バンクーバーオリンピックの銀メダリスト長島、圭一郎と結婚。2019年12月30日、自身のインスタグラムで、この年に長男が誕生していたこと。 さらに結婚披露宴を所属の富士急行グループの富士急ハイランドオフィシャルホテル、ハイランドリゾートホテルスパで開いたことを報告、すでに高知職に復帰していることも明らかにした。菊池家は5人姉妹で、彩香が次女であり、実前3人はショートトラック選手であり、長女は東京都の銀座で美容師である。父竹彦は前村長。 菊池家の末娘の巡礼は2012年のインスブルックユースオリンピックの銅メダリスト。三女の雪は立教大学在学中の2013年に第26回ユニバーシアード冬季競技大会日本代表選手として出場した。四女の萌えすいは2013年12月のソチオリンピックショートトラック代表選考会に出場、女子1000メートルで5位に入ってオリンピック 日本代表に選出された。高校時代には毎日、競技用自転車で通学した。往復3時間半かかったというが、脚力の強化につながった。ありがとうございます。